さあゲストスケーターの登場。まずはフィギュアスケート本田三姉妹の次女本田望結14歳。キャシーリード振り付けハンドクラップ。いくつか候補があった中で盛り上がる曲を入れたいという気持ちが強かったといいます。ナンバーのテーマはかっこいい自分です。衣装もそのイメージで黒をベースにしています。キャシーリードさん の, あの振り付けって最近あのこういうアップテンポな音楽ですと肝となる踊りを1個作ってそのフレーズを何回も同じようなところで多用していくっていうようなあの手法を使ってるんですよね。ある意味音楽のミュージックビデオみたいな感じの作り方をしてるんじゃないかなと思います。曲名のハンドクラップは手拍子という意味。何度か出てきます。振り付けに手拍子をする場面があるので一緒に手を叩いてほしい、盛り上がってほしいですと嬉しそうに話をしていました。はい、さんこういった表情やはり本田望結らしいと言いますか。そうですね、やはり表情豊かですよね。この公演の1週間前に来シーズンのプログラムの振り付けを覚えたという本田。綺麗なナンバーも好きだけどもかっこいい方が好き。来シーズンのショートも綺麗な曲は全て断って楽しく踊れるナンバーを選んだそうです。このオフシーズン選手全員次のシーズンのプログラムを振り付けるわけですけれども、新しいプログラムと出会うわけですよね。その際に新しい振り付け新しい技術なんかが身についたりして表現性の部分でもこのオフシーズンってステップアップのチャンスなんですよね。そういったところではこの本田望結お客さんと一つやはり作り上げていきたいんですという話もしていました。昨シーズンの全日本ジュニアでは悔しさしか残らなかったという本田。5月6月女優業を中心にしながら7月からはスケートの大会にも出場、10月の近畿大会にまずはピークをと話をしていました。ゲストスケータートップバッター本田望結でした。町田さん、はい、いかがだったでしょうか。はい、女優業で得られるスキルっていうのはフィギュアスケートにも応用できると思いますから、ぜひ女優業とフィギュアスケーター2つのキャリアを相乗効果のように高めていっていただきたいと思います。会場を大いに盛り上げましたね。今回もとても楽しく滑ることができました。お客さんも手拍子で盛り上がってくださったので自分もとてもいい気持ちで滑ることができました。春になって中学3年生になりまして、勉強と競技とまた両立が大変なんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがですか。もう自分の大好きなことをやれているだけでとても幸せなので、中途半端を今年も継続したいと思います。どれも本気で向き合っているという形ですよね。そうですね、どれも大切ですし自分でなくてはならないものなので、やらせていただいていることに感謝しながら、中途半端で終わらないように一つ一つ結果を残していけたらいいなと思っています。